俺、小宮千尋、小学5年生。母さんが亡くなって、ここ高取まどかの家で暮らすことになったんだ。だけど、ただ飯ぐらいは性に合わない。掃除に炊事、洗濯、家事なら全部任せとけ。そう、母さんも言ってた。働かざる者、食うべからず。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よし、朝ごはんは何にしようかな。昨日はフレンチトーストだったから、今日は和食がいいかな。鮭を焼いて。ん？あいつ、戸を開けっぱなしで。おはようございます。もう我慢できない。今日という今日はやらせてもらうからな、マドカ。ちょ、待ってよ千尋、約束が違う。どうしたんですか。ケイチロ、助けて。僕の部屋が千尋に侵略される。侵略。人聞きの悪いこと言うな。俺だって本当はこんなことしたくない。マドカももう大人だし、自分の部屋ぐらい自分で掃除させなきゃって思ってたけど。あ、そういう話ですか。でも見ちゃったんだ、マドカの部屋にあいつが。ヒゲ男爵が。ヒゲ男爵。いえ、どうもルネッサンス。ヒゲ男爵、黒く素早く生命力の強いキングオブ害虫、こみ開けない隠語。俺の掃除した家にヒゲ男爵がいるなんて絶対許せない。駆逐してやる。隅々まで綺麗にしてやる。いやー、やめて。会いだってダメ。マドカ様の作業部屋が侵略される前に、ゴキ、モトイ、ヒゲ男爵ポイポイを設置せねば。ふぅ、まったく。この家にまだこんな未開の地が残されていたとはな。お手伝いしましょうか。大丈夫、この部屋だけだし。圭一郎さんは窓か見張ってて。わかりました。おもちゃだとわかってるのに怖くて開けられない。よっしゃ、やるぞ。水を得た魚。にしても、どう
すればこんなに散らかせるんだよ。たく。ん？なんだこれ。プレゼントか？空っぽ。包装紙だけって意味がわからん。あ、よく見るとあちこちに。なんなんだあいつは。ではまた明日。ああ、どうだ、綺麗になったろ。他人の部屋みたいになってる。これからはちゃんと掃除しろよ。この辺にあったやつは。本は本棚、文房具は引き出し、服は全部洗濯、ゴミは全部捨てたぞ。ゴミ。そこら中にゴミ捨てるのやめろよな。あと洗濯物はちゃんと毎日出せ。うん。ん？ごちそうさま。うん。どっか具合悪い？うん。味付け失敗したかな。美味しい、うん、と思うけど。部屋戻るね。あ、待って、洗濯した服多すぎるから窓かの部屋のクローゼットだけじゃしまいきれないかも。ああ、捨てていいよ。それなら着ないの選んで。めんどくさいから千尋セレクトで。おい、それくらい自分で。なんだよ。え、古着屋ですか。うん、まどかが着ない服たくさんあるから捨てるのもったいないし。それでしたら車を出しましょうか。あ、いいの。まどか様の使用で外出するのはいつものことですし。ありがとう。ん、あの圭一郎さん、まどかなんか変じゃない。いつも通りですが何か。昨日から元気ないっていうか。ああ、昨日叱られて答えたのでは。無理やり掃除したの、やっぱひどかったかな。あれは自業自得だと思いますが。そう。そもそもまどか様は物を捨てられないたちですし。捨てられない？ええ、特に贈り物は包装紙まで飾っておくありさまで。見て見て、圭一郎ご丁寧にリボンまで結び直して。無駄に器用なのもなんですね。あ、まどか様はプレゼントの中身より贈られた事実の方が大切だったようですから。ゴミだよな。でも、お母さん。ん？ねえ、このずっと冷蔵庫に貼ってやるやつ捨ててもいい？ん？ああ、それはダメ。ダメよ、記念なんだから。記念？そう、千尋の初めてのお使いのメモなのよ。お母さん、うっかり漢字で書いちゃって。千尋、まだ漢字が読めなかったからあんな気になってね。可愛かったな。何それ。他にもあるわよ。これとか、千尋が初めて書いた名前で。これ字？これは初めて書いたお母さんの似顔絵。怖っ。だからなんで冷蔵庫に貼るの。すぐ見れていいじゃない。冷蔵庫が紙だらけになってるじゃん。給食の献立貼りたいんだけど。大丈夫、上から貼ればいいのよ。お母さん天才。捨てられない家計。ゴミにしか見えないけど。よし。圭一郎さん。お手伝いします。でも服が汚れちゃう。構いませんよ。
手分けしてやった方が早いですからね。さあ、気合を入れて探しましょう。ぐちゃぐちゃになってたからアイロンかけたんだけど、そしたら元の形に戻せなくなっちゃって。ごめん。形は覚えてるから大丈夫だよ。綺麗になってる。ありがとう、千尋。でだ。そもそも大事なものをゴミと一緒にしておくのがダメなんだ。早速説教モード。大事なものはちゃんとしまうか、ここに入れろ。そしたら捨てないから。おかんセンス。こんな小さいのじゃ入りきらないよ。入るように整理するの。ちなみにはみ出たら捨てるからな。応募頑張れよ。頑張らない。頑張れってば。頑張らない。おい、頑張らない。頑張れ。卵に砂糖、牛乳、それからバニラエッセンスを入れて。よく混ぜるんですのね。混ぜ終わったら次は古式を使います。はい先生。2回やるとより滑らかになっていいみたいだね。はい。そういえばカラメルソースはいつ入れるんですの？そっか、先にカップに入れておかなきゃ。あれ、ちょっと待って。綺麗に吸い込まれていきます。後から入れても比重で下の方にたまるんですのね。俺もお菓子はあまり作らないから知らなかったよ。オーブンで焼くこと30分。粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫でしっかり冷やす。まあ、カラメルソース生地と混ざらないで綺麗に固まっていますわ。うん、よかったね。はい。でも何ですの？巣が立ってる。巣？表面のブツブツのことだよ。まあ、茶碗蒸しなんかでもできるんだけど、風味が落ちたり舌触りが悪くなったりするんだ。どうすればその巣を防げるんですの？蒸すときに火加減を調節して慣れるしかないよね。簡単そうに思ったんですけど、プリンをきれいに作るのって難しいんですのね。舌触りはともかく味は結構いいから頑張って。まどか兄様、圭一郎を元気づけてあげてよ。大好物のプリンでさ。はい。仕事でストレス溜まってるみたいだし、かわいそうに。9割方まどかのせいだろ。私の手作りのプリンで圭一郎様を笑顔にしてみせますわ。頑張れ。宮子様主催のお茶会ですか？うん、来週の日曜。それは構いませんが。料理もお菓子作りもかなり上手くなってるんだよ。最近はあまり手伝わなくても大丈夫だし。そうですか、よかったですね。それにしても宮子様は随分と頑張っていらっしゃいますが、調理師でも目指すのでしょうか？いや、目指しているのはお嫁さんでしょう。誰かさんの。はあ、女の子ですね。鈍い、反応が鈍い。圭一郎様、あんなに分かりやすいのに。それとも気づいてて知らんぷりとか。あれ、圭一郎さんの手帳？忘れ物なんて珍しいな。あ、
手帳に女の子の写真？そりゃあれだろう、彼女か片思いか。でもずいぶん前の写真みたいだし、写ってるの中学生ぐらいだったし。それだけ昔からってことじゃねえの？どうしよう、えらいことを知ってしまった。おお、綺麗にできたね。はい、お家で練習した甲斐がありました。もう火加減もバッチリです。教えてあげた方がいいのかな。いや、圭一郎さんが何も言わないのに俺がバラすのはなんかダメだよ。でもでも、みやこさんがあんなに頑張ってるのに最初から無理じゃかわいそうだし。はい、そう、早いうちに。いや、でもでも先生。はい。お味見いかがです？ありがとう。うん、舌触りも良くて美味しいよ。ありがとうございます。それではまた、ごきげんよう。うん、またね。気をつけて。どうかした？え、なんか上の空だけど。ああ、言えないこと？内緒の話なんだけど。うん。実は圭一郎って恋人いるの？は？千尋くん、大丈夫ですか？大丈夫。あの野郎、それとなく探りを入れるって言っといて何ストレートに聞いてんだバカ。で、いきなり何ですか？知りたいなと思って教えてよ。残念ながら。じゃあ写真の子って誰？さらにストレートに。写真？うん。なるほど、そういうことですか。ちひろくん、どうしたんです？入らないんですか？はい、勝手に見ちゃってごめんなさい。でも見ようと思ったわけじゃなくて、偶然で。分かってますよ、そもそも置き忘れた私のミスですし。で、どれを見たんです？いっぱいある。あれ、この写真に写ってるの？ああ、それは千代様です。母さん？ええ、やはり千尋くん似ていますね。ということは、一緒に写ってる女の子は母さんの友達とか？なになに？姉さんの写真だったの？見せて見せ。もう、なんでこんなもんが。え？千尋くん、この写真はまどか様です。へえ。まあ、よくある子供の悪ふざけで、千代様がまどか様にご自分の洋服を着せて遊んでらしたんです。思いのほかお似合いになられたのと、珍しくまどか様が抵抗なさるのが千代様には楽しかったようで。それでカツラまで。なんでそんなの持ち歩いてんの？いざという時のために弱みを握っておくのは基本です。人手なし。しかし、バレてしまっては切り札になりませんね。ごめんなさい。大丈夫です、切り札は他にもありますから。他って何？もう、圭一郎最近ひどくない？普通です。ん？圭一郎さん、これは？ああ、それはまどか様と宮子様ですね。へえ。初めてカメラを借りて私が撮ったものなので記念に。なんだ、そっか、よかった。
私ですか？そうだよ、覚えてない？はい。お小さかったですからね。というわけで、せっかくだから記念写真撮ろうよ。はい、圭一郎。私が撮るんですか？僕は使い方知らないもん。もう少し近づいてください。あ、うん。さっきのって圭一郎さんが初めて撮った写真なんだって。え？いつも手帳に入れて持ち歩いてるんだよ。撮りますよ。はい。はい、チーズ。ちひろ、お茶のおかわりちょうだい。はいはい。大きくなられましたね。私もう16ですわ。いつまでも子供ではありません。そうですね、すみません。お父さんかよって突っ込みたい感じ。あんな小さな頃から知ってるとね。まあでも女の子なんてあっという間に大人になって綺麗になっちゃうからさ、それから改めて慌てればいいよ。そしたら指さして笑ってやろう。あっはは、ざまあ見ろって。うん、俺もそうしよう。ちーちゃん。え、なんで千尋が持ってんの？圭一郎さんに焼き増ししてもらった。焼き増し？魔除けにいいかなって。まあ、ってひょっとして僕のこと？ちょっとひどくない？ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。